ちょっとね、なった。よかったです。今日大会になっちゃった。コロナで。大変だね、コロナね。こんばんは。今日もにかりかちゃん、今日ね、りかちゃん今日ちょっとお疲れモードなんですけど後ろでお団子してるだけだ。見て、これほら、後ろでお団子してるだけなの。これ元気だよ、元気だけどっていう。美人オーラ、美人オーラちょっともう一回やってみていい？怖いから。あ、便利便利。こんなさ、こんなさ、プライバシーが守られることってある？嬉しいんだけど、めちゃめちゃ、めっちゃ嬉しい。リップ取ってきた。集まりでリカちゃんの島に遊びに行った。すごい、それでまださ更新してないんだよね、集まり。一応持ってきたけど、おい、急に音出る。今ね、リカはキティちゃんの格好してんの。
じゃあ今からなんだっけ、ゴールデントラウトを捕まえに行くんですけど、こんばんは。今日はね、ちょっとね、眠いことでおなじみ。みんなはいっぱい寝ました？今日、何やだっけ？今日、平日か。今日、平日だね。いっぱい寝ました。平日ってなるとさ、やっぱさ、あ、やばい、上海ガニ釣れた。はい、こんばんは。ねずこみたいな格好のりかちゃんいた。ねずこみたいな格好のりかちゃんえ、ねずこみたいな格好のりかちゃんいた。ねずこみたいな格好のりかちゃんいたそれ本当？それ本当に？あれ、ワルキーの衣装だよ。ワルキーの衣装、ワルキーの私の衣装なの。意外にもちゃんとアイドルしてきてるんですよ、私。ソロコンもやったし、ソロコンの時に作ってもらった衣装を自分で書いてやったっていう。そう、全然すごくはないんだけど梨花ちゃんも女やな。え、女じゃなかったら何だと思ってたんだろうちょっとわかんないんだけどさ、女じゃなかったら何だと思ったんだ。目かゆい、眼球描いちゃう、小指でかゆくて。久しぶり。眼球チョークは怖くないか
ご飯食べたよ。ご飯食べた。美味しかった。みんなは？ご飯食べた？リカちゃんに会いたすぎて。あったじゃん、このツタヤで。毎日会いたいんだ、リカに。リカに毎日会いたい？好きだねー。ほーんとにリカのこと好きだねー。ほーんとにリカのこと好きじゃん。何？確かに。よかったね。めっちゃ好きやん、リカのこと。ね。常に会っていたい。かわいい。でも会いたいって言われるの嬉しいです、とても。配信ない日寂しい？あ、本当。あ、本当とか言って。じゃあさ、一回さ、9時になったら一瞬切ってもいい。すぐ戻ってくる。多分1時間経ってないから、更新、なんて言うんですか、引き続きなると思うので、あれなんですけど、もしあれだったら、スクショ取っといてください、ランキング。電話しなきゃいけないかもしれない。なんか案件が立て込んでいて、集まりはしません。で、9時に電話してきて戻ったら、あれします。戻ってきたら、ツイッターでちょっとだけ宣伝して、やろうかな、みたいな。で、私今日マジなんかすっごいダサいことになって、これヒートテックをこうやって、な、寒いんだか暑いんだかよくわからん格好をしてるんですが、でもこのセットアップかわいいんだよ。暑いのに。いや、そう、暑いんだけど寒いみたいな、わかる。なんか病院の先生みたいじゃない？病院の先生みたいじゃない？これ、この服。オペしそう。髪型も相まって。可愛いの。でもなんかパンツがフレアになってて可愛い。ちょっと先行ってこようかな。一瞬来てもいい。すぐ戻ってきます。すぐ戻ってきます。ちょっと待っててください。バタバタしてごめんね。ごめんごめん。ねえ、どうしよう、生誕。何の電話だったか2秒でバラす。生誕どうしよう、マジで。グッズどういうのがいい？え、ガチでもう助けて。私も生誕に口出しするし、みんなも口出してほしい。どういうのがやりたい？どういうのが
来たい言ってたよね、なんか前さ、なんかちょっとなんかさ、アイドルのファンっぽく見えないけど見る人が見ればわかるみたいなやつがいいみたいな。で、なんか、なんだっけな、記事の名前ちょっと忘れちゃったんだけど、白、グレー、黒、ベージュ、で、なんかね、白寄りの、オーガニック系のなんかちょっと、なんていうんですか、プツプツって入ってるような、グレーみたいな、わかる？やつで迷ってて、でその最後のやつが可愛かったんですよ、記事見たら。それいいなと思ってて、それに白黒でなんか田辺さんにイラストをお願いしても可愛いんじゃないかなって思ってるんだけど、どう？なんかね、ちょっとプツプツって入って、なんて説明したらいいんだろう。白でもグレーでもない白寄りのグレーみたいな。かわいいよね。でちょっとロゴとかも大きく入れて OPMOPM ちょいくすみ白ぐらい、そう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 。でもなんかブラウン系にくすんでるっていうか、なんかアイボリーじゃなくてそっち系じゃなくてグレーにくすんでるっていうか、なんかなんて言ったらいいんだろう、アイスグレー、まあ、そんな感じかも。どう？やだやだ。うん、ちょっとね、今までにない感じになるかなと思うんだけど、暗い顔今日ちょっと照明違うんだよね。あれ、いいんじゃないでしょうか。よき？あ、オピメアートあるかな。ハッシュタグオピメアート、なんか可愛いのいっぱい作ってくれてる。喉痛、やっぱ喉痛い、鼻水と、もう3日前ぐらいから言ってるけど。こんばんは。
なんか眠れなくてね、夜インスタの質問返しをしてたんですよ。そしたらなんか彼氏と喧嘩しましたとか、彼氏になんか言われましたとか、浮気されましたとかいっぱい来てたんだけど、私って駆け込み寺か何かなの？な、別にそんな、そう、恋愛わからんし、スペシャリストでもないのに、なんかそんなこと言われても、どう答えたらいいんだろう。聞いてもらいたい。なるほどね。お悩み相談配信枠では、あ、それでもいいけど、私に聞いて分かることだったら答えるよ、全然。周りには相談できなくて、リカちゃんにはできるんだよ。全然何でも言ってきていいけど。でも、何でも答えてくれそう。答えるけど、その恋愛のやつとかが本当にわかんない。例えばじゃあ浮気されましたみたいなとかも、私もファンの人に浮気されるのすごい嫌だから、そういうのだったら気持ちわかるけど、なんかじゃあなんか彼氏が他の女と匂わせのストーリー上げてて辛いですとか、でそんなさ、そんなさ、なんか SNS でサイバー攻撃受ける恋愛したことないから、SNS で、そのなんか、脳に直接サイバー攻撃を受ける、ね、恋愛をしたことがないので、わからないんですよ。もうなんか本当アナログな中学校とかね、それだったらわかるけど、だからなんか匂わせストーリー上げられてるってどういうことなんだろう、まずそこからなんだよね。有効的な呪いの方法を教えた今日、まず相手のことを思い浮かべて呪いたい相手をね、で呪いたい相手の DNA をまず採取しなきゃいけないからでもこれすごいね、リスクがすごいの。人を呪わば穴二つと言うじゃないですか。だから自分も地獄に落ちていいんだったらこの方法はおすすめしますけど、まず相手の DNA が入ったもの、髪の毛とか
採取してそれを人形の中に入れるんですよ。人形の綿を抜いて入れるんです。人形は何でもいいです。でもこれ最後まで言っちゃうと本当にやる人が出てくるので、まずこれにはすごくリスクがあって、そう、自分に返ってきちゃうから。絶対やったことあるよ。でも、呪い返しって知ってます？その、例えばじゃあわら人形で釘をこう打ったとするじゃないですか。その釘が抜かれたら自分にその呪い返ってきちゃうんですよ。だから抜かれないようにこのトントンってするところのこうなってる丸い部分あるでしょ、釘ってこうなってるじゃん。それのここの部分をペンチでピッて切っておかなきゃいけない。じゃないと抜けちゃう、抜かれちゃうから誰かに。そうそう、詳しいね。だって何度も調べたことがある、人の呪い方。自分にリスクの少ないものをと思って調べたけど、やっぱそういうのなくて、絶対自分にも返ってくる。お天道様は見てるから。だから自分に返ってくるんだったら、この人のことを呪ってる暇があるんだったら自分が幸せになろうって。試しに素足でやってみるね。あ、うん、いいと思います。いいと思います、全然。うん、私は全然いいですけど。ネックレスおしゃれでしょ。見せ方が独特でしょ。久しぶりだな、ショールームちゃんとやるの。昨日も途切れ途切れだったもんね。なんかさ、夢でね、青春高校の夢を見て、
久しぶりになんかびっくりしたんだよね。自分で自分の行動に。結構夢見る。え、夢見ない？見るよね。か毎日見るよ夢ほぼ。なんか青春高校ってテレ東スタジオがあって、そこに向かうまで、楽屋からスタジオに向かうまでの道結構長いんですよ。で忘れ物したって言って、その出演者フロアに一人で戻って、走って戻ってたら、なんかキメシュンに出会って、キメシュンにもう本番始まるよみたいな感じで話しかけたら、リカさんはどこ行くんですかって言われて、でいや忘れ物取りに来たって、えそっちに何もないですよって言われて、えってなって、出演者フロアはこっちですよみたいな言われて、えでも私の記憶では絶対にあっそっちの私が向かってる方向だったから、えうんありがとうって言って無視して普通になんか行ったの、その自分の思う出演者のフロアに。そしたら本当に何もなくて真っ白で、え真っ白何もないってなって、で戻っても誰もいなくて、でスタジオに戻っても誰もいなくて、教室のセットだけがあって怖かった。なんか怖い夢だった。謎の虚無感に襲われた。え誰もいない、なんかさ、いつも誰かいるはずの場所に誰もいないのって怖くない？なんか NGT のさ、劇場の楽屋でもそういう夢見たことあるんだよね。むしろなんなら、なんかさ、例えば東京案件あった次の日に公演だとするじゃん。で東京案件がその夜遅くまでとかだったら朝移動すんのよ、始発とかで。そうなったらめっちゃ眠いわけで、あのいつも黒板書いて、そう黒板書いて、でその後リハまで時間あったら寝るんだけど、リハってね、最初にやる公演の子たちが後にリハなの。だから先公演の日ってもう2つ公演あるじゃん。そしたらなんか先に公演する人たちが後にリハする。だから後の公演の子たちが先にリハするんだけど、でそのどっちかやってる間にメイク入るみたいな感じなのね。で私はその空き時間の間メイクまで寝てて、そしたらそこでもなんか同じような夢を見て、でも黒板書いてたの、その日は黒板書いて、で寝てたの、爆睡してて割と。そしたら夢見て、なんか黒板書きに行ってもメンバーがいなくて、で劇場戻ってきても照明さんとかカメラさんとかも誰もいなくて、であれマネージャーさんいないですか誰かって言ってもシーンみたいな、で怖ってなって、え誰もいないんだけどって思って、そう裏にね回って、そので、声の時ってさ安藤さんとかがさご飯用意してくれたりさ、裏に誰かしらいるのね。でも裏にも誰もいなくて、メンバーもいなくて、もう本当に一人ぼっちで、
公演、劇場のなんか中をさまよってて、え、誰もいない、どうしたらいいんだろうって、だって、え、リハやんないんですかって言っても誰も返事してくれなくて、でなんか探してたの、でもいないから、なんかラブラの下の方まで探しに行ったけどいなくて、でなんか電話しても誰も出なくて、みたいな夢を見た。怖かった、あの夢も。え、でどうしようどうしようってなってたら、リカちゃんリハだよって起こされてリカちゃんリハだよって起こされて起きたんだけど、おつぼね公演の時かな。え、なんかそういう夢 見るとさ、怖くない？追いかけられる夢とか見たことある？え、最近で言うとね、リカ10円玉食べる夢みたい、え、これ言ったよね、10円玉いっぱい食べる夢見たのすごい変な夢だった、めっちゃ嫌だった、なんか嫌な気持ちになったバリバリ10円玉食べてたマネージャールームで言ったよね、美味しいとか感じないの、10円玉を食べなきゃっていうその気持ちになっちゃうバリバリは歯強すぎなんだろうね、あ、ちょっと待ってね、鉄分の過剰摂取や確かに、誰もいなくなる夢は対人関係に疲れてると見るみたいでで間違ってなくて草そうなの？疲れてるかも。もう嫌なんだよね、全てにおいて。人と話すことが。え、なんかこの間みんなにさ、スケジュール聞いたじゃん。そうやってさ、なんかどうやって生きてるんだろう普通の人って、思って、普通の人ってどうやって生きていってるんだろう。でもさ、人それぞれさ悩みはあるわけじゃん。
でまあね、こういうことに悩んでるとか、それこそなんか彼氏がどうのこうのとか書いてくる子もいればさ、なんか会社職場でなんとか言ってくる人もいるじゃん。でみんな悩んでて、でそういう時ってみんな、なんかどうやって生きていくんだろう。だって、まあ、普通に生きてたらさ、別に人と関わることにおいて苦しいとは感じないわけでしょ。私はもうなんだろう、人と関わることが苦しいでしかなくて、多分みんな無意識にできてることが私は意識しないとできなくて、苦しいと感じるときも、いやそうそうなの、みんなそうだと思う。だけどなんかそれでも無意識にさ、なんかこう言っちゃダメかなとか、こう言った方がいいかなとか、みんなはできるじゃん。だけど意識しないとさ、やっぱ私はできなくて、相当な気を使わないと人と関わっていくことはもう困難を極める最難関クエストみたいな感じなの。例えばじゃあさ、10人いたとして、10人にそのピアス可愛いねって言ったとするじゃん。でもそのピアス可愛いねの受け取り方が10通りあるわけですよ。あ、やばい、駐車場来た鈴木駐車場来た、あのよくあるやつ。10通りあるでしょ。だってピアス可愛いねって言われたってことは、普通にピアス可愛いねありがとうなのか、ピアス可愛いねえそれ嫌味みたいな、それよりも可愛いピアスを私がしてたとしたらそれは違う意味になるじゃん。なんかわかんないけど、私のも可愛いって言ってほしいってことなのかなとか、かあとはピアス可愛いね、ピアス開いてるんだってことかなとか、私がピアスの穴開いてないからさ、ピアス開いてるんだってことかなとかさ、ピアス可愛いねって言った時にどこで買ったとか言った方がいいのかなとか、10通りあるわけじゃないですか。ちょうだいってこととか、そうだから、そうなるともう何も喋れなくなるというか私はいろんなことを想定してしまうわけですよ。でもみんなはそれをさ、普通にやるじゃん、普通にやるっていうか普通にやるじゃん。だからすごいなって、こんばんは。誰とも話せなくなります。そうなの、だからもうどうしようって思ってこんばんは。
大丈夫、僕もともと誰とも話せない。いやでもさ、別にその話したくないにもいろいろあれがあってみんなは どれのタイプかわからないけど、人と話、私はいっぱい気使っちゃうし、いろんなこと考えちゃうと疲れるから嫌なんですよ。でも普通に自分が嫌われたくないって思って喋れない人もいるじゃないですか。話すの好きだからな。いやなんか私のことを好きって分かってくれる、分かってる人たちに対して喋るのは別に私何とも思わないんですけど、喋るネタがなくて喋れないのが辛い。ネタ、うん、難しいね。A 型でしょ。 A 型ですA 型ってそうだよね、一人で考えて一人で病んで一人で死んでくよねはーってなってならない。え、ちなみにですけど、あ、じゃあさ、あれしよう、血液型投票。1が A 型、2が B 型、3が AB 型、4が O 型。1が A 型、2が B 型、3が AB 型、4が O 型。はい。嘘つかないでね。嘘つかないでね。やばい、4多い。やばい、4多い。A 型です。家族全員 O 型です。 AB 型です。はい、締め切ります。まあ、1が一番多い。ねえ、そのすぎまって、O なんだちょっと待って、え、 O なんだ。え、すごい、これはおもろい結果が出た。 AB はもともと少ないからね。だけど AB 多い方ですよ。私周りに AB しかいないもん、マジで。私の周り AB しかいない。だけど意外 O 型が多いんだと思って、私は O 型の人好きなんです男女ともに O 型が多い、 O 型が好きなんですよね私。今日から O 型になります。なんかこの人合わないなって思う人で、え、でも嫌いってわけじゃないよ、もちろん合う人もいるから。なんかこの人合わないなって思うので多いのは B 型の人なんだけど、でも B 型の人でめっちゃ仲良くなる人もいる。 B 型はね極端だけど、
私大型好きなんですよね。普通に照れる。あのね、女の子の B はめっちゃ仲良くなれる。なんでかわかんないけど、男の人の B がね、ちょっとね、私スタッフさんでいると仲良くなれないんですよね。なんでだろう、わかんないけど、合わないなって思って、何型ですかって聞いたら B って言われること多くて、あ、そうなんだって、やっぱそうなんだってなる。大型なんで好きなの？え、なんか何事においてもさっぱりしてるじゃないですか。さっぱりしてて、で怒ってても寝たら忘れるじゃん。いや、わかんない、私は南を見てそう思ってるんだけど。え、なんか、いや、わかんないけど、私男の人も女の人も大型の人は合うなって思うんですよね。めっちゃ優しい、普通におおらか、記憶力が。え、でももうほんとそのなんかスカッとしてる感じが私思ったやつ。なんか潔いじゃん。で、なんかめったに怒んないでしょ、しかも。プンプンしないじゃん、あんまり。プンプンしなくない？やったー。え、そうでしょう、しないでしょう。だから私大型好きなんです。別に血液型がどうだからこうっていうあの話じゃないですよ。例えばの話ですけど、だから大型めっちゃ好きなんです。B 型の人も仲良くなれる人はめっちゃ仲良くなれるんだけど、なんかなんでこんなこと言うのみたいな、なんでそんな今そんなこと言うのみたいなことを思う人に、何型ですかって聞いたら B って言われることが多い。なんでなのって思う時が、なんか私のこう許容できる理解の範囲内に入ってくれてないっていうことが多い。ぐさ。やっぱなんかちょっと、なんだろうな、いい意味でも悪い意味でも、はたから見てても、その自分が輪の中に当事者でいても空気読めないなって思う人って、本当になんか私すごい態度に出しちゃうから、おいお前空気読めてないぞってなるから、なるから、肌から見ててもヒヤヒヤするの、私がすごいなんかドキドキしちゃう、自分でなんかうわわわ今絶対それ言わない方がいいみたいなことも思っちゃうから、もう助けてください。え、でも本当にいや、あの優しい人もいる。あと B 型は自己完結できるから、こうなんかなんだろう、私の偏見だよ、すっごい偏見言うから気にしないでね。 B 型の人って自己完結できるじゃないですか。わかる？なんか
一人で何でもこう乗り越えていける力があるっていうかそう、あくまで私の感想ね。例えば B 型が嫌なことあったとするじゃん。これ嫌だなって思ってても、なんかこれ嫌だなって思ってたけど、こう思ったら乗り越えられたよっていう事後報告なの周りの人たちには、っていうことが多いなって思うんです。私はね、すごい偏見だけど、なんかでもこうやって思ったら大丈夫だったとかなんか事後報告なんだそれっていうが多いから、なんかすごいその辺はめっちゃいいなと思う。羨ましい、普通に羨ましいからなんか合わないって思うのかも。なんかいいなって思っちゃうから、そうなりたい、自分もマイペースに楽しくいたいなって思って、その羨ましいなって思っちゃうから無理なのかも。生きるの楽そうでさ、大型もさ、なんかさ、たまに人の欠点でよく北総エンデルよね私マジ偏見なんで気にしないでほしいんですけど大型っておおらかなね、怒ったりしないけど、人の欠点を見てみたいななってるのがすごい見てておもろいそういうとこも好きそういうところも好き今絶対これこう思ってるんだろうなみたいな、分かっちゃう。うん。ド偏見のオンパレ。間違ってないでしょ。いや絶対そうだ。私の経験上、人生経験上そうなんで。でも A 型です。A 型。A 型は本当にやっぱ気難しいよね。なんかなんだろう、 AB の方がなんか変わってるとか言われがちだけど、 A 型も変な人多いなってめっちゃ思う。私気難しいっていうか、なんだろう、一人で悩んで、はぁってなって、だから A 型多分日本人多いじゃないですか、メンヘラ多いじゃないですかA 型だって A 型の長女でさ、あのメンヘラじゃない人に出会ったことがないA 型の長女いる？めっちゃ気持ちわかると思う私。自分がしっかりしなきゃとか、自分がやらなきゃ、自分がなんとかしなきゃっていう、このなんか常に何かに怯えながら生きてる責任感と、なんだろう、ワイドはね、責任感となんか全てが肩の上に乗ってるみたいな。完璧であろうとするよね。そう、完璧でいなきゃいけない。なんか変なところ完璧主義なんですよね。そこはいい加減なのに、ここ完璧にやりたいんだみたいな、よくわかんないこだわりを持ち始めると、二度とそれから離れられなくなるっていう。で
B 型は自己完結できるって人じゃないですか。 A 型は自己完結っていうより自己完結したいけどできないってのが A 型なんかもう自分の中だけで片付けたい、人に迷惑はかけたくないって思うけど結局かかっちゃってるのが A 型いやさそれが A 型なんです。大型は親切になりがちです。でもさ、もう本当に私大型大好きなんだよねもうなんかこの人めっちゃ、この人超好きなんだけどって思って、何型って聞いたら大型って言われること多いなんかなんか落ち着く。大型歓喜え、なんか私も大型多くて嬉しかった。やっぱ相思相愛だなって思って嬉しかったのよ。だけどもちろん他の血液が、でも私の周りに多いのは AB 型だからね、忘れてほしくないのは。なぜか AB 型にとても好かれるとても好かれる。A 型は人に喋るだけ喋り倒してスッキリする人が多い確かに確かになんだけど相性いいのかな、いや、わかんない。でも AB の人ばっかり。私の周り AB 型ホイホイ友達ほとんど AB なんだけど、なんでなんだろうなんでなんだろうA 型同士はダメ。なんで。でも A 型の人も気持ちわかるから仲良くなれそう。でも裏の読み合いをするんだね、映画だって裏の読み合いをこうお互いにするから。疲れそう、うん、疲れる。え、でも今日で確信した、やっぱり私そうなんだ。そう、やっぱそういうことだ分かった分かった。なんか一回私のブロックしてる人たちだけでアンケートって何型か聞いてほしい一回統計を取りたい、ちょっと私がブロックした人たちだけで何型ブロック経験ある人たちだけで地獄気になる。アズカバンの中でアンケート取ってほしい。
それで B 型もらったらすごい。でもね、私 B 型ね、本当になんでだろうね。なんかでも入りかな、この人 B 型だから仲良くなれないみたいな風に思うことは一切ない。なんかこの人合わないなと思ったら一応血液型を聞いてみるんだけど、そうすると B ってことが多い。え、そう。だから別になんか B の人と仲良くなれないわけじゃなくてっていう話ですよ。になってませんよ。そうだよね。でも別にさ、別になんかそこに関して別そんな強いこだわりがあるわけじゃないから、絶対仲良くしないとかそういう感じで思ってるわけじゃないから、じゃあもう気にしないでほしいです。血液型気にするのに、でもさ本当に性格変わるよね血液型で。私もう本当にわかる、なんかうわすげえ血ってすげえってなる。でも本当に変わる。うん、すごいよね。やっぱ、おもろいな。こういう話おもろいよね。血液型占いは信じるの？ああ、血液型占いは信じないかも。うん、信じない。だって科学的なものじゃん。そう、液体、自分の体の中に流れてる液体っていうことでしょう。科学的なにな根拠に基づいて分類分けされてるただの種類じゃないですか。だけど占いって不確かなもので、割とこうスピリチュアルな感じじゃないですか。相反するところにあるじゃないですか。だからあんまり信じられなくて。でも例えば占星術とか星座占いとかだと、星座ってさ別に生まれたタイミングじゃん。タイミングって割とスピリチュアルじゃん。だからそうするとなんか、ああ確かに紐づくかもなとは思うけど。だから信じないですね。血液型占いはあんま信じないかも。でもこれ渋谷のイベントでも言ったんだけど、占いってさ、12はさ、ラッキーアイテムとかラッキーカラーとか発表されるじゃん。だけど一番救いないの11位だよねって思っちゃう。なんか12、そんなあなたに
ラッキーアイテムこちらで、ラッキーアイテムこれさえ持ってれば大丈夫みたいなの教えてくれるじゃん。11位はさ、何の救いもないじゃん。なんかやっぱ11位が一番嫌だよねっていう話。あの、あれはいい時にしか信じ、そう、だから私もいい時しか信じない。悪い時はもう信じ、所詮占いだって思ってるけど。でも結局さ、そういうのって、当たったとか、じゃなくて、占いってさ、これから起こることをさ、聞いたりするわけじゃないですか。なんか多分、それって言霊もあると思うんですよね。こうなりますって言われたら、ああそうなるかもって思って生きてるから、そっちに寄っちゃってる感じが、自分から寄せに行ってるっていうか、なんかそれが怖いよね普通に。あ、そうそう、催眠術みたいな感じで自分でそうなる方に行っちゃってる気がするから、なんか怖いなって思う。だ、本当の、例えばタロットとか、なんか血液型じゃなくて、なんだ、占星術みたいな、その何年生まれの何型、何座、何、何月生まれのどのタイミング、 何時に生まれてみたいなやつあるじゃん。そういうやつでこう見るやつとかは怖くて嫌なんだよ。例えば番組の企画で行くとかだったらいいけど、え、信じる？占い信じる？え、そうだよね。やっぱそうだよね。でも不思議だよね。なんでわかるのって思わない？なんで？占いがキーワードになって出来事と脳内で紐づけ、え、でもさ、もうほんと怖い、なんかそういうのって。でも女の子は占いが好き。人生は本当ノリとタイミングだと思ってるんです。
すっごい適当なこと言い出したんだけど急に。え、タイミングじゃない？タイミング、すべてにおいてタイミング、もうこの世の断りすなわちタイミングえ、もうこのタイミングでみたいなじゃんわかる？え、な、え、そうだよ、もう全部そう、タイミング大事、大事すぎる本当に例えば私のタイミングがちょっとでもずれてれば NGT にいないかもしれないとか、私のタイミングがちょっとでもずれてれば、え、だからもうそのタイミングの積み重ねで今になってる、1秒1秒の積み重ねが今ですから、だからもう今今ってこう常にこうポイントポイントでそれをできてるかできてないかでもう運命が分かれると私は思ってる、うん、え、そうじゃない？え、絶対そうだよ。だってちょっとでも何かを、何かで私のことを知るきっかけがずれてたら、リカのこと知らないまま生きてたかもしれないんだよ、みんなだって。そうでしょ？だし、リカもちょっとでもタイミングずれてたら、NGT になれなかったかもしれないし。すごくない？あの時マイナンバーこの出会いに感謝ですね。いや、まあ、出会いとかもそうだけど、マジタイミング、ほんと全てにおいてタイミングえ、そう、あの時私がバイトしてせずに電話に出てたらチームエイトだったかもしれないし、本当になんか全てがもう、え、それこそもう神様が操作してるかのごとくこう進んでいく、これが怖いですよね。え、なんかたまにね、すごい哲学なんだね、え、なんで私は、じゃあ考えてみてください、自分を今幽体離脱してこう見てほしいんだけど、もうなんかまず自分がいるじゃん、でこうどんどん上に上がっていくと日本があって世界があって地球があって宇宙があってみたいな感じじゃん。そうなったらなんか宇宙の中でここに道路があってこの道を車で走ってるみたいな、その瞬間になんかここでこうしてる人って今私しかいないんだなとか、なんか警察に幽体離脱、いや、うん、ごめん、幽体離脱させて、でもさ本当にさそう思わない？すごくない？え、なんかたまに考えて不思議な気持ちになる時ない？だって自分って一人しかいないのすごくない？普通に。壺かわされそう。本当に一人かな誰だよお前は
でもいやでも本当すごいなって思うんですよね。タイミング、人生はノリとタイミングです。プリンさんとチーリョーさんは複数形だった。何人かいるんだあいつらね。これって自分の人生かって瞬間は、え、わかる、え、超わかるんだけど、え、わかる、なんか誰かの夢の中なのかもとか思わない？なんか誰かのお腹の中なのかなとか。宇宙が例えば何かのお腹の中で ってなった時、何のお腹の中だって思いますか？宇宙が例えば何かのお腹の中だったとしたら、何のお腹の中だと思いますか？多分大体の人が巨人とか、なんか神様とか言うんですよ。でもそれって本当に人間的思考だなって私は思ってて、いやこれ本当何回も言うんだけど何回も言うんだけど、何かの中っていう考えがもう人間の思考だから、それ以上に発達してる違う星の人たちはもうそれを見つけてるかもしれないしみたいな。だってクジラかもしれないじゃん。でもクジラの中って考える、クジラのでっかいクジラみたいな生き物の中かもしれないし、でも生き物の中っていう考え方自体が人間的な考えなのかもしれないしみたいな。え、いや分かんないよね、分かんない人には分かんないと思う。でもなんか本当にそういうことを考えてたの、ずっと学生の時から中学校の時とか窓の外を見ながらそういうことをずっと考えてた。このうちは誰かの脳内ネットワークなのかもしれないと。ああ確かに、でも誰かのっていう時点で人間として形あるものを想像してるじゃないですか。人間の形をした何かを想像してるでしょ。それがもう人間の考え方。そうで宇宙の、え、なんか宇宙人の動画とか見るのめっちゃ好きなのキモいよね、キモくない？私キモいなって思うんだけど自分で。でもさ、あのなんだっけ、あれ、あ、何を落とした私今、今何を落とした、幽体離脱してるわ自分に、思考回路持っていかれたわ。ちょっと振り幅が広すぎる。え、でもこういう話を一生していられるよね、そんな
ことない？宇宙人に記憶消されない。でも宇宙人の話しようとした。宇宙人がさ、え、なんて、何の話しようとしたっけ今。うわやばい、脳みそにサイバー攻撃受けた。脳みそにサイバー攻撃受けてる。脳みそにサイバー攻撃受けてます、完全に。これヒューマンミューティレイレーション食らった。食らったわ。監視されてんだな。え、本当に何言おうとしたか忘れた。でも壮大ですよね、宇宙。宇宙が平面なのか立体なのかも分からなければ。でも最初に地球は丸いとかって分かるまでにすごい時間かかったじゃないですか。だから進撃の巨人もそうだったじゃん。自分たちの島の外に人間はいないと思ってたのが、すごい広い世界が広がっててみたいな。え、だからその現象がまた起こるかもしれない。もしかしたら、だ、今どこまで分かってるんだっけ、銀河系？ん？地球があってなんとか団みたいなやつがあって、またさらになんかその塊があるんだよね。でさ、それがさ分かるようになったらさ、いろんな星に行くとするじゃん、に人類が。そしたらさ、なんとか団、なんとか星雲、星団、なんとか宇宙、何番地、地球の日本のみたいなことになるのかな。住所長くなるのめんどくさいからやめてほしいな。番地なの？住所長くなるのめんどくさくない？普通に考えて。なんとかバンチ、何丁目みたいな。宇宙の広さを理解すると死にたくなる。なんで？え、なんで？それ深いね。でもさ、でもさ、確かに死にたいって、人間はさ、死を怖がる生き物だっていう風になってるじゃん。でも、途方もないか。そういうこと？そういうことか。難しいね。タナトス？何それ？ギリシャ神話で死を擬人化した神、眠りの兄弟、また夜の子とされる。かっこいい。中二心をくすぐりますね。フロイトの用語で、性の本能に対する無機物の普遍、何？
エロスに対どういうこと？全てはエロスってこと？おもろ。性の本能に対する無機物の普遍性に変えろうとする死の本能のこと。怖っ。強引すぎる解釈でさ。でもさ、確かにな、確かにな、確かに全てはエロスにつながってるのか。確かにな。話の終着点そこでいいの。探してる今、頑張って。だけどさ、じゃあ、じゃあもしも一つだけ願いが叶うとしたら、何を願いますか？一個だけ。願い事増やすとかなし。リカちゃんの幸せ、お金持ち、リカちゃんと結婚、リカちゃんと結婚、おい既婚者やめとけお前、不倫だぞ。リカちゃんが幸せになりますように、次の公演当たりますように気持ちっちゃくてくそすリカちゃんとマブ、人類全員ハルカ村村民にする、怖戻りたい過去があるかも、深平和戦争の終わり、ヒーロー？コロナ消えてくれ、ヒーロー？ガリガリ君当たりますように。いやもうそれはさ、ガリガリ君当たっていいことありますようにになるためのやつやん、支えすぎない？リカちゃんが何不自由なく過ごせますように。優しいねみんな、ね、本当のこと言って、本当のこと、私のこととか考えなくていいから、もう願う、一個だけだよ、だって一個だけ、本当に一個だけ欲望をさらけ出す、お前誰だよみんなニコニコしてお腹いっぱいであります。食いしん坊なの。5000兆円ください。あ、この人さっきリカちゃんの幸せがどうとか言ってた人です。最低です。お腹いっぱい。お腹いっぱい。最低。金なのか。お金に負けました。一個だけだよ、一個だけ。超悩む、悩むよね。一個だけ、本当に一個だけ。
願い事増やすとか魔女になるとか魔法使いになるはなし。タイムリープ？みんな時間とかなんだ。こんばんは、お久しぶりです。覚えてますか？何年ぶりですか？中学生の GT40 で関心が出てきて日本語を習っています。ありがとうございます。ハムサムニだ。ソロを飛べるのリカもそれ、天使みたいな羽をくださいっていう一緒の人いた。あんまいないんだよね。私絶対これなんだけど、絶対もう一個だけ願い叶いますって言われたらそれ。飛ぶのめちゃくちゃ目立ちそう。いや違うの違うの。これ本当にこう私の、例えばじゃあ聞いてくれる、私の脳内にある話。キモいよキモいけどいい、キモいよ。普段こんなこと考えてるんだな、リカちゃん。キモって思わないでね思わないでね、思わないって約束するんだったら私喋るけど みんなすっごい簡単に考えてるでしょ。私真剣に考えてて、もしもじゃあ羽が生えたとする、まず服が入らなくなるじゃないですか。で多分メディアにすごく取り上げられるでしょ。なんかインタビューを受けたり、どこかの博物館に寄贈されたり、もしかしたら怖がられて怖がられてさ、なんかあいつはなんか変な人間を殺すかもしれないとか肉食だとか、そういう風に変なレッテルを貼られてどこかから追われるかもしれないし、変な圧力に殺されるかもしれないし、実験の道具にされたりするかもしれないでしょ。だからまずはメディアのインタビューに答えるで、私は人間でもう人に危害を加える気はないということとないということと、別にこの羽があってもなんかこの羽の能力を悪いことには使わないっていうことをまずは世界の人に知ってもらわなきゃいけないし、そう、私も具体的にめっちゃじゃあみんなが浅いんだよ真剣に考えてみて
に考えてみてとか言ってだからまず私は羽が生えたら飛ぶ前に飛んでみる前にそうやって言う。そしたらなんか多分どこかの国の博物館とかがなんかお金を払って展示させてくださいとか、なんかそういう風に言ってくるでしょ、どうせ羽くださいとか、そういうのも加味してそんな一切受け付けないですよっていうのをまずメディアで喋っちゃう。そして私は人間でなんか攻撃すると、攻撃してもその何も返しません、できないんですっていうことを知ってもらうことが大事だよね。そうそうそう羽が生えたってそれが一番難しそう。でもさ、逆にどっちかだと思う。めちゃめちゃもう石を投げられるか、まあ、石を投げられててもなんかまあその羽の容姿が美しければ、なんか写真集とか天使だみたいな感じで取り上げられるかもしれないじゃん。多分どっちかになると思うんですよね。現実的でもそしたら絶対教科書に載れるじゃん。教科書に載りたいから歴史に名を刻めるじゃん。そしたら羽が生えたら、だしもしも飛行許可がもらえたら普通に空飛んでいろんなところに行けるじゃん。それはいいねそうだねえ、リカも絶対派手なんだけどそしたらなんか国家の何かに雇われてさ、そういう仕事ができるかもしれないしさ、そしたらおのずとお金も入ってくるし綺麗に写真も撮ってもらえるし最高じゃない？映えるし。煩悩の塊だったビジネスとしてそれが成功すればさ、こっちのもんじゃん。だから羽生えないかなって毎日思った毎日思ってるちょっと羽移植できないか研究してみるやばすぎる、やばすぎるでしょそれ。羽移植するのすごいね。どんな羽が来る？え、もうほんといわゆる羽、羽だなっていう羽だってさ、羽生えてる子がさメンバーにいるさアイドルグループ強くね。 NGT 一気に有名になれる
ね。さすがに強い。え、だってジャケットとかも超映えるよ。私はもう何に危害も加えずに NGT の活動だけしていきますっていう宣言をしたら、もう NGT を世界的に飛躍できる。そこまで考えてるんですよ、私は日頃。一個だけ願いが叶うとしたら、今のを踏まえて一個だけ願いが叶うとしたら何にしたいですか？今のを踏まえてください。もう羽じゃなくても、なんか特殊能力がある人になりたい。羽が、それ理科のまでじゃん。リカちゃんを一生幸せにしたい。確固たる意志だな、ここまで言って私のことなんて。いいの？え、でもさ、すごいさ、響いたさ、名言があってさ、なんか例えば、一つだけ願いが叶うとして、人生で何だろう、なんだったっけな、人生で戻れるってなったら、過去に戻れるってなった時に思い浮かぶ人がいたら、なんかその人に対してまだその気持ちがあるってことらしいんですよ。なんかそう、わかります？だから今もしも結婚してる人でも、なんか過去に戻れるって思った時に思い浮かぶ人が一人でもいれば、それ今の結婚相手は妥協してる人ですよ、みたいなやつだったんだけど、皆さんはいないですよね。皆さんは私ですよね。そうですよね、うん、それならいいんですけど、別に全然、うんうんうん。そうですね。リカちゃんだよね、そうだよね。うん、よかったよかった。あ、当たり前。でもさ、妥協でリカのこと好きになってるんだったらさ、なんか妥協の仕方にもいろいろあるんだなって思いますよね。なんで私なのって。え、でもさ、初恋の人とかいう人もいるのかな。でもさ、結婚してる人もいるでしょ、既婚者も。運命の人分かるって言うじゃないですか。分かりました？この人だってなったんですか？じゃあ教えてください。それはある。素敵。素敵。素敵すぎて吹っ飛んじゃった。
な。よかったね。ねえ、ねえ、あるって運命感じるんだってすごいね。その感覚になってみたいわ。でもなんかすごいな、運命感じるってどういうことなんだ。口角が上がるのさっき。え、だってさ、すごくない？すごくない？そういうのすごいね。大学で女子と話さないすぎて運命の人に出会える気しない。でもさ、いや違うんじゃない、もう風吹くんじゃない。もう、え、一瞬で世界を背景に変える女がいるかもしれないよ。もうその人しか見えないみたいな。ね、今の言い方よくない？一瞬で世界を背景に変える女。もう焦点がそこにしか合わないみたいな。すごいいいと思った。かっこいい。え、いいよね。え、これ使おう。キャッチフレーズ。いるかもしれないよ、もしも街中でさ、えみたいな、一瞬で世界を背景に変える女が。すごいいいよね。今いいなと思ったもん。著作権マークつけたいぐらい。著作権マークつけたいぐらいいいフレーズだったな。でもさ、すごいよね。本当にそれが運命があるんだとしたらすごいね。この人だなと思うってこと？ビビビッとくるのかな。皆さん、ビビビッとくるってどういう感覚かマジでわからないんだけど。ふわって風が吹くのかな。わかる時が来るさ、だって。ねえ、幸せおたんこなすじゃん、うざ。幸せおたんこなす野郎なんだけど、なんなの？うざい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 。うざい。ヒートテックダッサー。うざい。うざい。聞いといておたんこなす。
クサ。ワンキャブラリー草なんだけど幸せおたんこなす野郎いるんだけど、おたんこなすって久しぶりに聞いた。おたんこなすですよ、もう。みーちゃんも幸せおたんこなす。みんなおたんこなすか？幸せおたんこなすのおひたし食べたい。どういうこと？でもさ、いやどうな、なんか嫌だねじゃあリガもさ、一瞬で世界を背景に変える男が現れたら、もうそれ運命感じるってことでしょ。この人だってなるってことでしょ。じゃあそれはお互いにならないと無理じゃない？だってこっち側だけが思っててもさ、それは一方的な勘違いかもしれないじゃん。お互いに背景にしなきゃいけないわけでしょ。自信ない。急にそんな人の人生のページ割り込んでヒロインにねじ込まれるみたいな、そんななんかキャスティングミスですってなるマジ自信ない。私結婚できないかもしれない急にだって僕のヒロインだよって言われても、あなたの話続けられないそれ私まだプロローグも終わってないのにってキャスティングミス、キャスティングミスってなっちゃう。そういうんじゃないから。いやだからそれもう始まるやつやんそういうんじゃないから、あの時はまだ気づいてなかった、はあ、会いたくて会いたくてもうそれやもう無理。なんかそんな、なんかさ、お前らマジで疲れさせるよな私のことそれ始まるやつ、あの時はまだ気づいてなかったのやつやん。最初はうざいだけだったのにのやつやん映画の予告。どうせそんなのおてんばプリンセスと魔法のキスみたいな、そういう感じのキラキラ学園恋愛ドラマでしょかー、やってられっかやってられっかもう無理なんだけど本当には B 型嫌いって思ってて、もう B 型のこと根に持ちすぎてて草なんだけどごめんって別に嫌いじゃないから B 型のことは、ただこの人合わないなって思って血液型聞いたら B 型って言われることが多いよってだけ。
それは立派な統計学です。そう、まあ全員じゃないから。だって B 型で理科と仲いい人だってたくさんいるでしょ。メンバーもだって B 型の子いるでしょ。メンバーで B 誰だ、メンバーで B 誰だ、ひなたん、つぐさ、ほら、つぐとかも、ひなたとかも、さあやば、うちに、私大好きだもん、みんな。嫌だなって思う人いないよ。もしそのラインナップに、なんか、嫌な人入ってたらリカ露骨にあーってなるけど、マジでいなかったから今。今マジでいなかったから、別に喧嘩よくする人もいないし。てか私本当にメンバーほとんどと喧嘩したけど、日向とかと喧嘩したことないからね。隠すつもりがない。だって隠してもね、よくない。あ、リカちゃんこのことやってるとき無理してるんだなってみんなに分かってもらってた方がいいし、なんなら。でも今本当になんかそれ嫌だ、うん、本当無理みたいなメンバーマジでいない。前はいたけど仲直りしたりしてもう本当いなくなった。そう、これはガチだから信じてほしい。よかった。でもさ、本当にさ、その本当にね、私 B 型嫌いってわけじゃないからね、それだけ誤解しないで。思い出した、めいちゃん。そう、会いたくてね。え、そうだよ。会いたくて、会いたくて、星の数の夜を越えて。この曲大好きだった私、めいちゃんの羊めっちゃ見てた。まずね、私の世代の良かっただドラマはブザービーと、プロポーズ大作戦、めいちゃんの執事、あとあれあれ、失恋ショコラティエ、
あれ、あれの、あの、あれが主題歌の夏。君がくれた夏、この奇跡僕は忘れない。んー、もう、なんだっけ、家入レオさんのこの曲が主題歌の、福士蒼汰さんが出てる、恋仲。あれ最高だったよね。あれ最高だった。あと泣かないと決めた日も、ギリギリだってよかった。あれね、もうマジ全部ド忘れ。あのアンさんだっけ、いや違う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 、七尾さん、じゃあアンさんかな、めっちゃ意地悪な役してる人、エイグラナナさんが主演。あとリッチマン、プアウーマンも好きだった。ね、あ、そうなんだ、知らなかった。でもめっちゃさ良かったよね、あの頃のドラマは良かったよ。なんかさ、桃かなんか食べてさ入れ替わる、パパと娘が入れ替わるやつもめっちゃ楽しかった。あ、ガッキー、そう、ガッキーのやつ。理想の息子好き。え、どんなやつ？あ、フリーター井岡を見てたよ。君って、君って。いや、主題歌で覚えてる。泣いたりしないだね、思い。ごらんよ。え、こんなんだよね。これ道よかった。あと何見てたかな。プロポーズ大作戦大好きだったな。ウォーベイベーヨーベイベー、愛なくしてなんとか。ラストシンデレラも好きだったよ。涙してラストシンデレラ、ハレルヤチャンス、ハレルヤチャンス、リカも使いたい。写真の時に戻れるんだよね、ハレルヤチャンス。ルーキーズも最高です。君がくれた日々が積み重なり、それって奇跡、二人寄り添って歩いて、ドアの愛を形にして。ビーチボーイズ見てない、ごめん。いつまでも君の横で笑っていたくて。夏、
楽しかったなあの頃のドラマ。プロポーズ大作戦15年前、やばっ。え、待って、ちょっとしとったんだが。待って、え、15年前、え、15年前、え、待って、15、ちょっと待って、え、そんなはずないよ。え、そんなはずないよ。だって私、え、7歳ませすぎではませすぎではないです。15年なんて昨日じゃん。え、15年、ちょっと待って、引き算できないんだけど私。今、え、やばい、引き算できない。24-15は、え、何歳、私が何歳の時のやつ。え、ちょっと待って、本当に9歳。9歳であの話理解できたのすごいな。やっぱり人ってすごいね。もうなんか9歳だよ。だって9歳でそんなことさ、理解できないよ普通。ねえ、リカさん9歳じゃん。やばいね。9歳って小学4年生 ?6 年生 ?4 年生か。4年生かな。いやー、でも見てたんだよ。本当に見てた。リアルタイムで見てたの。それで理解してたの。だからやっぱすごいんだと思う。混ぜてた。完全に。もう一気に流行り出したのが、なんだっけ。セラハとか恋愛リアリティショー、中学校の時ぐらいに流行りだしたよね。急に。そう、セラハも、テラハは、なんか中学校の時の、高校受験の時に見てたから、いつだ ?2012、もうそれも10年前とかなの?こーわ!怖すぎる!ねえ、怖い、無理、こうやって年取っていくんだよ。怖いね。あやさんの時も見てたし、りえさんの時も見てたよ。なんかりえさんが手つな、な、てっちゃんだっけに手つながれようとしてダメみたいなって振り払ってるのめっちゃ覚えてる。なんかもうこう、まだアイドルだからダメみたいな、そういうなんかのでめっちゃ覚えてて、わっ、わあ、すごいすごいなって思って見てた。まだ思考回路赤ちゃんだから、わあすごい、ああすごいなと思って見てた。
アイドルってすごいなって思って見てたらアイドルになれた。すごいな。ほんとすごいなと思って見てたらアイドルになれました。すごいですね、こんな巡り合わせが。だから全てはタイミングですよ皆さん、タイミング。僕の心直すなんて不思議な力、10年も経つとツボおるよ。ツボおるって何？ツボおる。でもさ、私 NGT に入っても7年もうすぐ経つって思ったら怖すぎるよね。ちょっと本当に怖い。私新たにちょっと始めたいなと思っていることがあるんです。でも始めてからみんなに言うね、まだどうしようかなっていう感じだから。始まらなかったら言わないね。始めたら言うね。うん、でもずっとねやってみたかったなってことなの。だから始めたらいいよね。婚活はしないよ。婚活はダメよって。ずっと婚活始めたかったやつやべえだろマジで。始めたら教える。始められなかったら教えない。なんだと思ってんの私のこと。まだ片足アイドルなんよ。だからもう片足アイドルなんよって言うとファンの人には全足アイドルでいてって言われるんだけど、でもなんか片足アイドルだからちょっと そして婚活始めない可能性あるのも草。いやでも婚活でもそろそろしないとかな。どうみんな、確かに都市的にねちょっともうやばいよね、さすがに。どうなんだろう。片足アイドルって何。じゃあ片足アイドル、ちなみに私は25歳で結婚。わ、もう5年だって。ちょっとすごいね。幸せおたんこなす5年目か。ナスを幸せに浸して早5年です。幸せに浸してます。最悪です。ナスの幸せ浸しです。最悪、最悪です。はい、最悪だ、最悪だ。幸せおたんこナスめ、最悪だ。幸せのお浸しです。
最悪だ。なんかもっとさ、闇を抱えててほしいのに、みんなには。もちろん幸せでいてほしいよ。もちろん幸せでいてほしいし、もうなんか私の理想ね、今はリカちゃんと出会えて幸せだけど、まあいろいろあるんだよね。そういうなんかこうちょっとこうほら、ちょっとこうほら、なんかあの闇を感じたいじゃん。そう、私はその闇につけ入りたいから。最悪なこと言ってます。そう、誰かのその幸せって光じゃん。でも光があるところには闇があるから、そう、闇につけ入りたいの私は。闇の魔王として。ヒートテックだっさー。本日2回目。大丈夫だよ、もう一緒に楽になろうって。つけ入れられてしまう。今のは惚れる。大丈夫、痛くない、痛くないだよって。どうなるんだろう俺これからっていう感じになる。あれれれれ、どうなるんだろう。天使なのか悪魔なのか、あのあれです、打点です、打点。控えめに言って打天使です。何の話してたっけ。ドラマの話してたんだ。やっぱさ、歌が先に出てくるよね、どうしても。あと何流行ってた、うちらの時代。97に近い人わかる。なんだろう、今急速に海馬が駆け巡ってるんだけどさ、海馬ダービーで絶対一着につくのがさ、曲なんだよね。海馬、記憶の海馬ダービーで一番一着にいつもつくのなんか、あの曲なんだよね。あ、遊戯王ね、あの茶色の吸い込まれそうなカードでしょ。
海馬と。え、海馬って馬じゃないの？私の中のイメージ、記憶がウェーってダービーして勝ってんのがいつも歌なの。曲って覚え出しやすいよね。稲妻イレブン、ヘブンズタイム、ヘブンズタイム未だに使うもんな私。おぐり、おぐりキャップみたいな。一着は絶対。曲が勝つ。もはや、ドラマ設定曲だけ覚えて。そう、そういう現象が起きるの。だからタイトルとかも全然出てこない。そう、曲のタイトルすら出てこない。曲がまず先行して出てくる。リカちゃんの会話ダービーの的中しまくり。え、そうそう。え、常あいま、え、あ、常有馬記念だから私。常有馬記念だから、もう一着絶対ほら。一着は絶対もう曲って決まってるから。私の買えば当たるよ。でもね、え、これみんなに言いたいことある。え、うちの小熊つぐみさんいるじゃないですか。あの子ガチ言わないだけで超天才児なんですよ。もっと言った方がいいよって言ったの。この前ね、喋ってて私気になったの。なんかハモリ歌える人ってさ、音符絶対音感とかも持ってるって言うじゃん。で、私単音だったらわかるんですよ。ドだなとかミーだなとか。でもそれってピアノ弾いてもらって何の音って言われてわかる程度なんだけど、ほんとマジただの人なんだけど。でもほんとツグは持ってて、なんか人の会話とかも全部音階でわかるんだって。だからそれもっと言った方がいいよって、すごいことだよって言ってるのに。そう、だからハモリとかってさ、すぐ出てくるのって聞いたの。そしたらなんか、だいたい2個上の音なんだよねって。例えばドだったらミ、レだったらミ、ファ、ファみたいな、そういうなんか2個上なんだよねみたいな話をしてて、へえ、そうなんだ、それでよく当てはめてすぐ歌えるねって言ったら、でもなんか勝手に音符で出てくるって言ってて、すごいことじゃない？ねえ、もっと言った方がいいよそれ。言ってんのかな彼女は。言ってる？もっと言った方がいい本当に。そう、さらっととんでもないこと言われて、私開いた口が塞がらなかった。もう顎外れるかと思ったよ。ずっと、え、それどういうことみたいな。もうずっとこうやって聞いてたの。この間のイベントの時にね、聞いてみたの、気になって。そしたら、でもレイニャもさ、すぐハモリ歌えるじゃん。レイニャもそうなのかなって言って、多分レイちゃんもそうだと思うって言ってて、NGT さんすごいのに隠してるのなんでなのみたいな。もっとさ、ちゃんと、ねえねえ、ちょっともっとちゃんとやってって。自己プロデュースしてって思った。私、そんなことあったら私、いろんなところで言いまくるけどなって思う。隠さんといてってなる。いや、ほんとに。
ハモリ展開、確かにクラクラ曲欲しいなって言ってたが来ないかな。私隠してない、ひけらかしてるやん。あ、天才ですけど。え、ひけらかしてるやん、私は割と。ここではね。え、ひけらかしてるやん、すごく。いろんなところでひけらかしたいと思ってるよ、私は。鼻につく、いやもう鼻につくとかじゃん、もうつけてる。鼻につけに行ってる。べっちゃーって。はい、そんなこんなでそろそろ終わりたいと思います。7位が横浜のジンさん、6位がチョロスケさん、5位がノブさん、4位がケンシオさん、3位がゴーちゃん、2位がホッカさん、1位が堀本さんです。ありがとうございます。どんなコンデ、え、わかる、私もそれ思うんだよね。どんなということでって言うじゃん、どういうことでって思う。絶対関係ないやん、今までの話と次の展開っていうね、いっつもそう思っちゃうけど使っちゃう。ということで、はい、ということで私がやってきたのはどういうことだよみたいな。ロケの時とか絶対そういうの書いてあるじゃん。はい、ということで終わりたいと思います。じゃあね、おやすみ、バイバーイ。